はい、どうもこんにちは。さて、今回はまあ例によって FF14 パッチね、来てからもうだいぶ経ってるのでネタがなくなってきてます。ということでやってきました、雑談コーナー。ということで、まあゲームの方は普段やってることをやりながら雑談でもしようかなと思います。まあ映像的にはあんま面白くないかもしれません。まあ雑談といっても特にお話しすることはないんだけど、じゃあまずは近況報告というか、最近みんな何をしてますか。僕はね、今チョコボレースで次のパッチのために MGP を貯めてます。あとはあれですね、ザ・フィーストでマウントをね目指して頑張ってます。今どんな感じかというと、今109勝してます。あと91勝かな、そうですね、91勝、まあ半分終わったから結構いい感じかなと思います。なんとかねパチ 3.3 までには200勝させたいんですね。そうだね、チョコボレースとフィーストをやってる毎日かな。あとはまあ今やってるようになことをしたりとか、土掘ったり満足クエやったりかな。最近ちょっとね鳥マウントとかやってないんだよね。ちょっと心が折れた。みんなさんはどのくらい周回しました？この前僕が報告した時から全然やってません。ビスマルク215周でしょ、ラーバの100周やって、もう精神的にちょっと緩和来るまでいいかなって感じですね。とりあえずビスマルクとラーバのは緩和来るのを待ってフィーストをね先にやってます。まあね、フィーストもね、ウルブズジェイルっていうの、フィーストの前にあったウルブズジェイルっていうのがちょっとね最初はすごい盛り上がってたんだけど、途中から一気に過疎になっちゃったんだよね。その時みたいになっちゃうかもしれないなっていう怖さが少しあるもんでね、今のうちにやっとこうって。でフィーストを先に頑張ってます。まあけど今のところは結構ね盛り上がってますね。結構すぐシャキーンってなります。まあ DPS だとちょっと時間かかるけどね。はい、そんな感じですね。そういえば今日はあんま花粉の症状が出てない。なんか今年はそれほどなんか出てないんだよね。花粉はあるって言うけど、いつもっていうかね、毎年ねすごい鼻水がジュルジュル出てね、あけど喉が結構やられたりする時があるな。あとほんとね花粉症、毎年ね目が痒くて喉が痛くて鼻水が出て頭痛がして、もうほんと嫌だわーって。あれだよね、花粉症あるあるで、花粉症なのか風邪なのかわからなくなる時ってありますよね。花粉症かと思ったら風邪だって思う時がねたまーにある。鼻水とか出てなんかだるいな、すっげーだるいな、花粉症ってこんなだるいんだっけと思ったらすごい熱があったりとかってね、たまにあったんだ。あとは桜がもうだいぶ散ってきましたね。僕の家の近くにも、ね、桜とか結構あるんですけど、だいぶ散ってきました。その代わりねチューリップとかそういうお花が結構いい感じに咲いてます。綺麗だねチューリップ。そういえば
ツイッターでよくね、テントウムシ多すぎってつぶやいてたんだけど、最近テントウムシも見なくなったね。ほんとね、うちはテントウムシのね出没がすごいんですよ、田舎はね。どこから入ってくるのか、大量のテントウムシが現れるのです。よし、ちょっと蛮族声でもやろっかな。あ、そうだ、もう一つちょっと報告、あ、またゲームに戻るんですけれど、リアルの話をしたと思ったらまたゲームに戻って、ゲームの話をしたと思ったらまたリアルの話に戻る。雑談動画といっても要はよくわからない動画ということです。フェンリルゲットしましたって動画でまだやってない。動画では確かあれだよね、黒いクワール、なんだっけ、ウォーパンサーか、ウォーパンサーは紹介したよね。フェンリルゲットしました。今はね MGP 結構もらえるんでね、ぜひぜひ皆さんも頑張って集めてみてください。MGP ほんとすごいよ。あのね、ゲートね、あのフェイトみたいなやつが1回、まあフェイトの種類、フェイトじゃない、ゲートの種類にもよるけど、簡単なのでも2000もらえるしね、花息フンガーとかクリアすると7000くらいもらえたかな。で、攻略手帳やるだけでもかなりもらえるから、チョコボレースもすごい MGP もらえるようになったし、こんな感じでね、すごいもらえる。チョコボレース20回やるだけで8000だからね。で、まあマテリがもらえるんで、満足クエも時間があるときはやってます。ぜひぜひ皆さんもレベル上げも兼ねてやってみてはどうでしょう。んで、今連れてるミニオンは動画でも出したと思いますが、もしくは出すと思いますが、カメットツインタニアロード・オブ・バー・ミニオンのロード・オブ・バー・ミニオンの音がちょっとでかい。ロード・オブ・バー・ミニオンのチャレンジを全部クリアするともらえます。そう、全部クリアしたんですね僕は。なんとかすごい苦労しましたが、動画では3回か4回くらい挑戦してましたが、実際にはもっと挑戦してたんだよね。本当にもうやんなっちゃうよーって感じでねやってたんですが、気づいたらクリアできてたのでよかった。生きてるまあそんな感じかな、ゲームに関しては。あとはまあ今動画撮影しているのは4月19日なんですが、いよいよ明日ファンタシースターオンライン2PS4 版がねサービスが始まるということで、結構楽しみにしてます。うん、ビータでちょっとやったんだけどね、容量が足りなくなって結局あんまできずに終わっちゃったというね過去があるので、ちょっと今回は楽しみで、まあけど FF14 はちゃんとやっていきます。メインはあくまで14ですので、PSO2 といえばね、ドグマはもう最近めっきりやんなくなっちゃったんだよね。さすがにちょっと一人じゃ大変な感じがしてきたんで、やってないですね。あとは巨人をやりまくってる。
難易度がとてつもなく難しくなってきましたね。まあ14の息抜きっていうかね、気分転換的な感じでやってます。そうだね、 MGP は今26万、とりあえず次のパッチまでに50万は少なくとも貯めておきたいなって感じですね。お、フェイトちょうど出てるけど1分間に合わない、間に合わんな、これは間に合わんけど、まあ行っておくか、気分的にね。これって失敗したらアイテムもらえないんだっけ。間に合わんな、これはさすがに。あ、フェイトマークついてないからわかんない。わ、一気にいっぱいターゲットされちゃったよ。フェイトマークついてないからわかんないよ。けどもらえないか、やっぱ。まあ僕は基本的にね、こういう風に間に合わなかった時とかはまあめんどくさいので破棄してます。まあそこまで急いでないもんでね。ちなみにまあ知ってる方は知ってると思いますが、僕は全部満足クエストコンプリートしてます。じゃん。まあだからそんなに急いでないんだよね。はいはい、あと少しで、もう少しでニコ町ですね。パッチ 3.3 の情報も来るということで楽しみ。楽しいね。みんなはニコ町行く？僕はね、迷子になる確率が高いので行かないというより行けない。スキル何のマテリが多いんだろうね、正直よくわかんないんだよね。はい、まあということで、まあだいぶ時間が経って、もう少しで15分なので今回はこれで終わりたいと思います。なんか本当によくわかんない動画だ。これがネタがなくなってくるとたびたびやってきますので、超暇という方はまた見てください。それではご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。